依然として続く捜索活動、東京 MX のカメラは昨日の夜から今朝までの活動に密着しました。土石流の発生からこれから48時間を迎えようとしていますが、いまだに被災現場では30人以上の方が行方不明となっています。そのためかなり辺りは暗いんですが、自衛隊の捜索は夜の中で続けられています。こちらは島内を一周する幹線道路なんですが、これまで大量の瓦礫と土砂に阻まれまして道路が分断されていました。しかし急ピッチで作業が進められまして、昨夜道路が開通したということで、これまで1時間以上かけて迂回をしていた人たちがすぐに役場などにたどり着けるようになりました。島の外周をぐるりと巡る大島一周道路が開通したことで、自宅と給水所の行き来がしやすくなりました。食器の水もなんとかかんとかね、少しずつも使ってたもんで、道がなくてね、通れなくて、で今日早速通れたっていう話聞いたもんで、ね、すぐにやっとお風呂入れそうです。必要なものとかっていうのは出てきたりしてますか？やっぱり水だね。水ないことにはどうしようもないわ。今日学校があるんですか？あ、ボランティア活動で流木とかの泥とか。大島高校ではこの日、授業の一環として生徒がボランティア活動を行いました。地元ボランティアたちによる被災住宅の片付けも始まっています。こちらの焼き鳥店では被災から3日経ち、ようやく片付き始めました。次また、ね、台風とか来てるみたいなんで、なるべく、まあ、最小限に、ね、抑えたいんで、もう皆さんが手伝っていただけるうちに全部やった方がいいかなと。そもそも台風で荷物遅れてるんで、その分がまとめて今日来た感じです。